結局抜け人の正体はつかめずじまいか。ま、どうせ偽の任務だしね、オーナーさん。こんなの颯様の命令じゃないってことくらい誰でもわかるわよ。でもちょっとは楽しめたわ。たまにはこういうバカンスも悪くないかもね。ありがとう。